日本が次に対戦するオーストラリアのサッカーを分析していきます。監督が交代となり、システムが442から343に変更となりました。それによりここ最近代表ではベンチが多かったアルビレックス新潟所属のトーマス・テン選手がスタメンとなりました。まず低い位置でのビルドアップではキーパーと3バックが4バックのような形を形成します。そのためアジアトップキーパーといってもいいライアン選手が足元の能力を不安視され控えになっていました。ボールが少し前進するとデン選手が上がって後ろが2枚、中盤が3枚になります。対する中国は 4-4-2 で2トップとボランチの4人でプレスに来たのでデン選手がいつもフリーになっていました。前半はデン選手と右ウィングバックがホットラインになっており、デン選手がビルドアップのキーマンになっていました。しかし中国もそれに気づいたためデン選手を抑えに来て奪われそうにもなりました。マークされてもなおボランチを経由してデン選手にパスを通してコースがあると見れば素早く縦につけます。デン選手を中心にサイドからのつなぎ、中央へのくさび、バリエーションを見せてきます。守備では3バックから5バックに可変します。しかしロングボールに対してデン選手の対応が遅れ、マークも遅れ、先制点を許しました。完全に油断ですね。その後オーストラリアがセットプレーから同点ゴールを挙げます。中国が誰も競り合えておらず、オーストラリアを褒めるというより中国がひどかったというゴールでした。今度は中国のコーナーキック。オーストラリアは高さに自信があるのでゾーンで守ります。サウジアラビア戦で小川選手が決めた時と同じような守り方なのでゴールの再現に期待したいですね。ハーフタイムが終わるとデン選手が交代となり、代わりにミニサイドバックが本職でデン選手より攻撃ができそうな選手を入れてきました。しかし代わりに入ったペリア選手は本職がミニサイドバックだからか基本的に中を向いてプレーします。そのため前半にできていたホットラインが消えました。引き分け狙いなのか中国が守りを固めようと6バックにしてきます。でも逆にスペースが空き空きです。シャドウのグッドウィン選手がそのスペースに降りてボールを受けるとミドルシュートでゴラッソ。打てるときは打ってくるしクオリティもあるので素早く対応したいですね。5バックに可変しているはずがサイドバックの位置からプレスに来ました。じゃあその裏を狙いますよね。しかしすでにセンターバックがずれて守っています。このあたりは中東よりも基本がしっかりしています。試合終了間際ポストプレーから反転、中国のサイドバックがマークを外してしまいます。クロスからこぼれて振り向きざまのシュート。これで3対1。得点力不足に悩まされたオーストラリア。監督交代後初戦、相手は運よく中国、しっかり3点取って勝ちました。ポポビッチ監督は日本を徹底的に研究しているとのこと。不気味さはありますが日本の方が出来上がっているチームであることは間違いありません。完全勝利に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。